この世は二種類の人でできている。火付けか、火消しか。戦争は突然勃発するのではなく、すでにある火種が少しずつ膨らんで、ある日弾け、突然現れたように見えるのです。天災のふりをして近づいてくる人災です。火種がどこにあるのか、今どのくらい膨らんでいるのか、どうすれば小さくなるのか、そこそこ分かっています。法律や裁判所を作って防ごうとする人もいます。火種を小さくする人のことを火消しと呼びますが、問題は素早く火消しを現地に送るシステムがないことや、みんなが法律の穴に気がつかないこと。戦争を防ぐ技術をよく知って、火付けに負けない火消しになる。そんな火消したちの情報交換の場、レディオ火消しライブから、今日はここ国分寺エムズにお邪魔して、月に一度のジャズ火消しライブとして1時間半お届けしていきたいと思います。今日のスペシャルゲストは星野ルネさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。漫画家の星野ルネです。火消しライブいいですねピアノは中島ひろえさん、トランペットは伊勢崎健二さんです。星野ルネさん、今何か言おうとしてましたね。ごめんなさい。どうぞ。もう流れがさっぱり分からなかったんで途中から行こうとしたんですけど、いや本当にあの冒頭の言葉すごくいいなと思ってて、その戦争のね、始まるのは突然じゃなくて、日頃ねからもうある火種はあるんだけど、それがある日どっとこう、なんかこう人間の喧嘩とかでなんかちょっと近いような感覚もありますよね。問題が普段からあって、それを解決しないままにしてるといつか爆発するみたいな。それを昔恋人と同棲した時に突然大喧嘩になった時に、解決しなかった問題がこういう喧嘩を作ったんだなっていうのをすごい思い出したりして、やっぱそれは国っていう単位でもそうなんだなっていうのをちょっとぜひ火消しに努めてください、はい、もう身をもって経験しておりますそんな星野ルネさんをお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、星野ルネさんは漫画家です。アフリカ少年が日本で育った結果という本があります。星野ルネ、星野はあのお星様の星にのって漢字 でルネ、カタカナでルネさんで す, です、ね、はい、はい、僕は、カメルーンで生まれて、兵庫県の姫路市で4歳から育ってるんですけど、そこで経験したこととか、ふるさとのカメルーンに帰って経験したこととか、日本とカメルーン2つの国を見て自分が感じてきたことを、コミックエッセイ、エッセイのつもりで書いたわけではなかったんですけど、その自分の経験発見とかをこうリストアップして漫画にしたっていう、そういう風な感じになってますね、はい、とてもゴージャスな前半カラーページがとても多くて、これで1000円っていうのはなんか随分お得ってつい思っちゃいましたけど、もう、ね、頑張りました、ね、もう出版社の方が頑張ってくれました、そうですか、はい、もともとツイッターでこう漫画を公開してたんですけど、ツイッターやっぱインターネット上なので、僕カラーで書いてたんで、もともとすごいこう色使いが結構 ね、あの
好んでくださってる方が多かったので、できるだけカラーページをたくさん入れようということで多めに、はい、入れていただきました。そうですか、映ってますよねこれね、大丈夫ですよね、はい、はいはい、ありがとうございます。ぜひもうね、Amazon、Amazon とかね、1000円、ね、お近くの本屋さんで1000円、1000円ですね、はい、1000円で販売しておりますので、ぜひ、うん、買ってください。この本に出会ったのは僕は、はい、これ何年出ましたっけこれは。これ、ね、2018年ですね。18年でした、はい、僕この本出会ったのは7年ぐらい前です。うちの、パートナーが、はい、奥様がね、奥様が、うん、こんなのは出たわよって言って、で、みたいな、で、ほらキリンさんとゾウさんそうそうそう、ゾウさんがいて、ライオンさんもいて、はい、で、これお母さんが写ってるんですよ、後ろにね。そうです、お母さん見えますか。何のことですか今、ごめんなさい。お母さん表紙のこと。そう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 、すいません、どこで出会ったかっていうことと、あと伊勢崎さんをテーマに漫画も描いてくださったんですよね、星野それはさんがね。それは後でそれが今日宣伝します。そうだけど、でも そうそう、僕の本に本人に会わないで本に会ったんですね。先にね、先に会ったんですね、これ本に出会って、イラストの僕と先に、そうです、ね、会ってくださったという、うんうん、でそう、パートナー経由でね、お母さんの後ろにはなぜかキリマンジャロが、これ富士山なの、キリマンジャロ、今わざと言ったんでしょ今ボケたの、ボケたのあーって分かりにくいボケ方しないでくださいルネさん、補ってあげて。僕ね、突っ込む前に、うん、画力足んなかったかと思ってちょっとそこに躊躇が現れてしまった。そうそうそう、いやいや、そこはっキリマンジャロに見えちゃったから。違う、そんなはずない、そんなはずないですよ、ちょっとね、はい、すいませんね、誰が見ても富士山ですよ、漫画家の繊細さがちょっと出てしまいました。自分で見てないで、はい、むしろカメラにカメラ映ってんのかな、はい、後ろに映ってるのはこれキリマンジャロじゃなくて、はい、富士山です、ね、富士山です今伊勢崎健二がボケましたけれどもちゃんとボケも入れてくださいねはっきりとしたボケを入れてはっきりとさせないとボケだとわからないけれど、つまりここに富士山が出てるってことは、お母様が日本に来たんだよと、つまりカメルーンで育っていたんだけれども、そのルネ少年はお母さんに連れられてカメルーンから日本に4歳の時にいらっしゃいました。そうですね、実はその母の横ね、漫画で言うと右側でカメラ持ってる男性がいるんですけど、はい、それが僕 の、 父で、はい、まあ、直接血はつながってないんですけど、はい、日本の、大学の、ね、研究のためにカメルーンに訪れていて、うん、そこで、まあ、マンドリルなどの猿の社会の研究をしていて、でその時滞在していたのがうちの母が住んでいたカメルーンのかなり奥地の村で、うん、その周辺で活動してて、そこで出会って、でその頃僕まだ赤ちゃんだったんですけど、はい、で僕血はつながってないんですけど、うん、もうこの赤ちゃんの彼も僕の子供として育てるので一緒に結婚しませんかっていうことで、すごい、すごい、そう、ルネ少年はその頃覚えてるんですかお父さんのこと。全く覚えてなくて、僕赤ちゃんだったので、うん、そうだよね、2人が出会った頃僕の赤ちゃんだったので、へ、あ、なんか生まれる前にもうお母様が離婚されてたっていうふうに書いてあったけれど、でも一人で、だからシングルマザーだったんですよね、お母様はルネ少年を育てている、その時に出会って、へ、お母様漫画です、ね、美人ですね、お母さん綺麗だったと思いますよ、もう昔の写真見ましたけど、うん、すごいその、その地元のイケてるお姉ちゃんという感じ村の男たちは私にメロメロよみたいな雰囲気を出してる感じでした、その村ってどんな、はい、どんな、私たち、はい、偏見だといけないのかもしれないけど、はい、アフリカの方たちの、はい、ドライブなんかこう、うん、大きな写真集があって、はいはい、でそれが大好きで、いろんなそのトライブの写真が載っているのが、もう見るのが大好きだったんですけど、アフリカで村って言われるとグラデーションがありますね、いろんな村があるから、それこそこう肌家族みたいなっていうようなことを連想する人もいるけど、いや そこまでじゃないよっていう、そうなんだ、まあ、そうなんだ、トタンの屋根に土壁の、うん、まあ、家で、うん、
で、まあ、みんな普通に洋服は着てて、そうなんだ。で生活はもう基本的には自給自足に近い生活で、まあ、畑をやったりとか、あの森にいて罠をかけて動物を取ったりとか、あと魚をまあ漁で取って、で休みの、まあ、休みとかね、あの週末になると自分たちで取った作物とか、お肉とかを料理して町へ行って売って、まあ、外貨を稼いで基本的には村の中で生活してるっていうような、まあ、そういう感じの生活ですね。もう電気とかガスとか水道は全くなくて、もうアルコールランプの明かり、あと発電機が置いてあって、時々ガソリンを買って、ガソリンかな、灯油、灯油か、うん、それは危ない、それは危ないね、それは危ないか、あの爆発しちゃうからね、灯油を買って たまに、あの発電機でガーってこう電気焚いて、時々みんなでこう映画を見たりとかするような、うん、いいな、いいな、すごいスローライフですね。今もう日本で都会の人たちが憧れる世界です ね、 ですね。それはね、面白いですよね、うん、それは。でそこに4歳までいらしたんでしょ、はい、そうですね、4歳、覚えてます、覚えてます。最初の頃の記憶は正直ほとんどなくて、うん、物心ついた最初の記憶がもう日本のなんか姫路にいて、幼稚園で自分と肌の色の違う子たちに囲まれてるっていうんで、うんうん、そう、なんで俺だけ肌の色違うねみたいな、うん、関西弁、そうそう、日本語すら話せなかったんですけど最初の頃、うんうん、今おいくつですか。僕今37歳になるんですけど。あ、そうか、ちょっと違うね。だからつまりあの、はい、僕の長男もね、はい、シエラレオネで3ヶ月の時連れてたのね。あ、3ヶ月、はい、そう、でそこで4年間暮らしましたので。あ、4年ですか。4歳まであのシエラレオネの、本当に山の中にいたんですよ。僕も農村で農業開発してたから。じゃあもう記憶じゃありますよね、4歳ぐらい。彼ありますね、彼ありますね。え、その頃のこと、どう、息子さんどういうふうに。その後ケニア、エチオピア行ったんですけど、そこで小学校に入って。すごいですね、いろいろ行ってますね。で、エチオピアでそこの、小学校の、ね、中学年までいて、うん、まあ、都合10年間おったんですけど、その辺の記憶ですよね。知られるような記憶は全くない。ああ覚えてるかな、あのね、あのほら、メイドさん、優しくしてくれたメイドさんの記憶ですよ。それぐらいがある。あ、シエラレオネの記憶はそれぐらいはあったりする。でもじゃあ子供の時 10歳ぐらいまでほとんどアフリカとか。全部アフリカです。なかなかその日本人もいないですよね。ね、まあ、帰国子女だけど、ね、アフリカの帰国子女。アフリカで帰国子女ってなかなかいないですね。ねえ、ほんと、うん、しかもそれだけ長く赴任してるっていうのもね。ねえ、だから僕はこれ最初見た時は、あのね、ボケじゃなくてね、最初見た時はこれやっぱりね、キリマンジャロかと思ったんですね。キリマンジャロかなと思って、って言ったら、あの、ね、読み始めたらカメルーンじゃん。あ、そうそうそう、全然違うところ。違います。キリマンジャロはどこなんでしたっけ。キリマンジャロはあのタンザニアと、タンザニアとケニア の、 ケニアあのあちょうど国境線にある。あの麓で暮らしてたんです僕。あ、そうなんだ。じゃあキリマンジャロを見ながら育ったんだ。そう、よく見える、ね、あ、よく見える。で、あれほら、あそこ国立公園だらけだから、はいはい、確かに、ちょっと自動車で10分家から運転すると、あのゾウさんが、ゾウさんとかパオとかいるわけですね。日本人にとってのアフリカのイメージってそのイメージ大きいですよね。大きいです ね、 ね、まあ、だけどあの辺はほら、はい、あのアウトオブアフリカって映画見た。まだ見てない、すみません、不勉強で。メルリストリープとして、これ古いかこれ。ストリープと、いつ頃の映画。ラブロマンスですよね。いつ知ってるよね、荒井さんは。知らないか。いや、そんな名指しでお客さんを名指すのやめてください。僕37歳であると想定して聞いてくださいね。そうだよね。まあ、メルリストリープが若かった、まだ若い時ですね。ロバートヘッドの、ね、あの世界なんですよね。わあ、まあ、美しい広大な自然がっていう文脈の場所と。僕たちはもう動物、アフリカのイメージで動物奇想天外みたいな。そうだ、僕らそういうイメージなんですよ、ね。まあ、そう、そうかもしれない。ドキュメンタリーとかでアフリカを撮ってたりみたいな。なるほど。だ僕、よくね、日本の、高校とか中学校とかに行ってお話しさせてもらうことがあるんですけど、もしかして、ね、はい、アフリカの動物違うか。まさか。アフリカから。実は今日アフリカからゲストが。さすがにそれ。この動物つながりで。ちょっとね、今これ曲やらないと、
あれなんでアフリカにちなんだ曲一曲、はい、あじゃあぜひ、はいはい、やりますか。やっぱりそうですか。やっぱそうなんだ。アフロ何？アフロブルー。いや僕ね、俺歌聴いてる時にその、うん、なんか音、トランペットの音？はいはい。ゾウの鳴き声みたいだなって思ったけど、アフリカやからゾウの鳴き声って言ったらなんかこうそのまますぎて怒られるかなと思ったんですけど。あのちゃんとアフリカでかいですからね。だからアフリカから来た。っていうそういう使い方でよくないですよね、うん、アフリカ大陸から来て北全然違うし、うんそうですね、南全然違うし、
僕がいたシエラレオネは、うん、多分ゾウさんいない、うん、いないんだいない、ライオンさんもいない、うんうん、ケニアやタンザニアのあたりがいるんですね。いるっていうか別に自然にいるわけじゃなくて保護してるからいるわけです、うん、守ったんですね。守ってね、うん、もう西アフリカ多分カメルーンもそうだけど、うん、多分いないよね。昔はいたんですね。保護されてないゾウさんいないでしょ。あどうですかね僕は、うん、森にはいるはずなんですけど、ね、あの僕親戚に聞いたんですけど数年前に村がゾウに襲われたって。あ、そうです。僕ケニアの僕のプロジェクトはゾウが襲うんで、うん、あの村人の農地をゾウさんから守るプロジェクトやってたんです。あ、そうなんですか。あのゾウさんの方が偉いんです。そう、今そうですよね。そう、あの、まあ、それ人間がね、ね、あの縮こまっていけなきゃいけない。そうそうそう。なぜか保護されてるから、まあ、日本でいうとクマね。あ、近い。クマ、もちろん あんまり下に来ると撃たれちゃうけど、でもその撃つのも批判があるからなるべく捕まえて麻酔銃で。ゾウは撃てないですよ。だってあの僕の母は子供の頃はゾウ食べてましたからね。あ、そう、僕食ったでしょ。あ、食べました。あのね、ゾウがね、はい、時々ね暴れるわけね。はいはい、どうしようもなくからね、レンジャーが殺さなきゃいけない、ね、はいはいはい、うん、それで殺したらでかいんじゃない、うん、はい、食うしかないんね。うわあ、だすごい。食べたこと僕はないんです。硬いですね。硬いですか。でうまいです。うまいんですか。うまいです、うまいです。硬くてうまいっていうと、歯応えがあっていいですよ、うん、ゾウはゾウの味がしますゾウ、いや、ゾウはゾウなんですよ。どういう表現すると、あのいろんな動物作ったけど、アフリカのさ、ワニとか、ワニはあのチキンに近いとかあるんだけど、あります。ゾウは、ゾウはゾウだよ。ゾウとしか言いようがないんですねそうそうですね。だから僕、ゾウを食べれてるって話を聞いて、子供の頃にあの原始人のよく漫画とかあったじゃないですか。で、マンモスを食べて、こう丸焼きにしてるの見て、どんな味するんだろうって思った時に、あ、マンモス多分ゾウと味似てんだろうなとか。あ、確かに。ギャートルズですね、それはね。そうそう、ギャートルズ見てね、うんうん、あれはね、肉の断面美味しそうだね。あれうまそうなんですよね漫画だからね。皆さん知ってます、あの断面そう、だそう断面、そう、あの断面うまそうで、おかんこれ食ったのかと思ってこうやってグイってやると、こうチュイーンってなるやつね。そうそうそう、ぐるぐるぐる回してっていう、そう。でも昔はだから森にゾウの罠を仕掛けてたんですね。でももう政府が動物を保護するっていうことになって、ね、もうあの一部の動物以外はほぼ全部取っちゃいけなくなったんですよ、うんうん、で村人たちはそれでめちゃくちゃ怒ってて、うん、いや政府の役人の連中はそりゃいいよって、うん、それで保護してあいつらそのヨーロッパとか他の国から援助金もらえるかって、俺らには1円も落ちてこねえからなって。そうで、ケニアではそれ本当にね、あの国民を二分する運動になっちゃう。だからそれはコロナの補助金みたいに、うん、そう、その補助金出さないと食べられなくなった分の補助を出さないといけないですね。ものすごく観光資源だからね。そう、だからサファリーって、ね、だから守るために周りに他の肉を買うお金を配った方がいい、うん、あるいは他の肉を配るとかね。そうだから、そう、一部の人だけがっていうことにしちゃうから、ね、それだから汚職ですよね、まあ、だから何を言ったかというと、やっぱりね、搾取しなきゃいけないんですね。で、あの電流通してね、うんうん、電流通してゾウさんがビリッとくるように、うんうん、あ、やっぱそうやってやってるんですよ。 それ、それがね、あの僕の団体の事業の一つでしたね。まあ日本でもイノシシとかね、うん、あ、そういうクマとか来ないように電流柵、うん、今でも農家とか使ってますけど ね、 ね、でもゾウさんの住んでるところの方が でかいわけで、範囲がね、範囲がでかくて、はい、体大きいからね、テリトリーがね、体大きい。そういうさ、人間の住んでるかこのぐらいだとしたらさ、ゾウ、うんうん、さんが住んでるのはこの部屋ぐらい、うん、縄張りがまず、そうだ、うん、でかと、そこにゾウさんだけじゃバファローもいるし、いますね、キリンさんもいるし、うん、で時々あのライオンさんもいるし、うん、ね、サワナの方とか行くとねそうそう、うん、さあ今日はね、あの放送が少し遅れてしまったので、うん、圧縮進行ですみません。なので、はいはい、その、終わりの方から逆算して進行したくなるようなところがあるんだけど伊勢崎さん、はい、ちょっと早めにね、そのいつも時間が足りなくなっちゃうといけないから、伊勢崎さんのお話をルンネさんが書いてくださったっていうのは、それはそのどんなことがきっかけでルネさん、伊勢崎さんのことを知って、でどっちからこうやろう
かとかいう話だったか。担当者の人は2人いますけど、うん、その人たちが、うん、漫画に してみませんか、コラボしませんかって言われて、で探してきてくれた人が星野さんだったんですけど、うん、開口一番、とか驚いて、うん、僕大好きですとか言って、ぜひやりましょうって言ったのが星野、うん、もともと読んでたからね、奥さんに言われて読んでたから言われてなくても読みましたよ、知ってますって言って言われてなくて読めって言われたっていう意味じゃなくてこんなのがあるのよって言われてっていう意味そういう意味じゃない。まあ長くやりましょうそ, うあそういう流れだ。そうです、全然そこの辺の流れは分からなかった。もう星野さんは絶対僕が頼んでやっていただきたいぐらいですとか言って引き合わせてくれたんですね、うんうん、そうですね、うん、で僕はそういうお話をいただいて、あまりそうなんですか、自分の範囲内のことしか書いたことがないので、うん、僕の漫画で、うん、いただいた時に、ええ、どんなこと書くんだろうと思っていろいろ見て、やっぱ見るとこう内容が結構こうね、武装解除とかっていうの、って俺の今まで知らない世界だなと思って、これは簡単にこうはいやりますって引き受けちゃったらこれ大変かもなってよくわかんないしなと思って、でいただいた資料とか見ながら どういうことなんだろうって見ていくと、ああなるほど、あこういう活動されて、ああなるほどなるほどって、まあ読めば読むほどそのね、こうまあおっしゃってることとか内容とかやっぱこう、うん、会ってみてどう思いました。いや僕会ってみて、あなんだろう、会ってみてすごいこうなんだろうね、ほっとするっていうか、やっぱりこう、うん、会ったことない方と仕事するって、うん、なかなかね難しい、いろいろ説明をいただいてたりこういろいろ見ててもやっぱりこう難しいんですよ。でも会って一応話をするとどういう人か分かるので、うんうん、その今度から来る原稿とかも、ああの石崎先生とあの話した感じのあの人がこんな風に言ってんだなっていうのが分かるから、またこうやりやすくなるので、なんだろう、こうハートがすごい、ハートがすごいある方で、こう先生先生って聞いてたんで、こうなんかこうかしこまった感じで難しい話をするのかなと思ったら、なんかこうその時お酒飲んでなかったけど、バーで3時間4時間酒飲みながら喋ってるような雰囲気で喋れたので、あなんかいいなと。それいつ頃の話なんですか、最初に会って話。そうコロナになってからってこと。そうです、じゃあズーム会議でってこと。いやこの間僕ん家来てくれた。そうです、ああ杉並の僕ん家来てくれた。そうこの間って言うと1年ぐらい前。いやもういや数ヶ月前、1ヶ月ぐらい前。えあれいつでしたっけ、1ヶ月ぐらい前。その本っていつ出るんですか。そう1ヶ月前出てますよ。もうそうマイクあった方がいい、大丈夫、はい、あとで、はい、まあその話なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。その話ではさ、え今日はさ、はっきり喋って、僕はアフリカの話をしたいんだい。はい、わかりました。アフリカの話に引き戻ります。はいはい、どうぞどうぞ、ごめんなさいね、ちゃちゃ入れちゃって、うん、もうね、なんていうのかな、10年いたでしょ、うん、ね、だって10年って僕より長いですもんね確かに僕10年もトータルしても、ね、トータルしても7年いくかどうかですか、ね、逆に、うん、逆に僕よりアフリカ長いんで。ってことは日本へ来て育って、うん、何年か里帰りしてるってことですか。そうなんです、4歳で来たけど小学校1年生の時に行って、うんうん、1年弱いて、5年生の時に帰って半年ぐらいいて、そっから何度か行き来して、まあ1ヶ月いたり。じゃあもう、ことを繰り返して、もう実家のおばあちゃんのところにしばらくいてぐらいな感じで。そうそう、本当もうそれぐらいなんで、だ僕よりもアフリカ長いので。それよりね、10年ってことは。そうそうそう、いやだからさっき言われた。石崎さん、アフリカの話になるとすごい嬉しそうになる。いや、嬉しいです。嬉しいです。だってアフリカっていうの、まあアフリカって言っちゃうとまたほら、でかすぎるから。よくないからね、まあまあ、細かく言うとね。僕が言いたいところでシエラレオネとケニアとエチオピアなんですよね。はい、ね、うん、はい。だけど特にね、やっぱり一番思い出深いのは、うん、家族でとともに最初に赴任したシエラレオネなんですね、うん、でシエラレオネって当時はすごかったんですよ。いわゆるブラックアフリカの最たるもんで、うん、疫病がすごいとかね、あの百科事典とかで、ね、フィニンチ知らされた時に知らなかったんです、うん、その名前、うんうんうん、
ね、当時インターネットなかったから、うんうん、確かにそっか、そう百科事典で調べてきたらなんかね、うん、あの暗黒大陸アフリカの怖いなそう最たるもので疫病もあるし黄熱病もあるし、ええー、みたいなここ行くのか、へえみたいな、まあね、地頭みたいな、うん、いやなりますね。 でも行け、まあ、なんとかどこでも天国かなったら本当天国でした。あ、本当ですか、よかったです。あ、実際天国だったんですか、行ったら。まあ、だってね、1年暮らした時点で、うん、日本人であることを忘れますね。あ、そうですか、うん、あ、もちろん僕がいたところには外国人も、ね、うん、ほとんどいないところで、うん、もちろん東洋人なんか 僕しかいないわけで、それ忘れるっていうのは、そう、溶け込めるっていうことですか。差別しないでしょ。あー、そうでしたか。全然差別しないもんね。いや、僕は逆に、僕はもうアフリカに行くんだけど、カメルーンに帰るんだけど見た目は完全にカメルーン人なんですけど、うん、僕すぐカメルーン育ちじゃないってバレちゃうんですよ。バレちゃう、僕バレちゃうんですよ。どこで、お前どこで育ったんだって言われる。へえ、やっぱり人間って肌の色とか髪型とかじゃなくて、うん、日本人って日本人の、うん、目の動かし方とか表情とか仕草ってあるんですよ。所作ってやるんですね。所作が日本人だから、ね、すぐ日本カメルーン人なのにあってやっちゃうからバレちゃうんですよ差別はされないけどすぐバレる人見る時の目、日本人って自然と人と会う時は、うん、ある程度笑顔で応じましょうっていうのがマナーじゃないですか。お店入ってもいらっしゃいませって、うん、向こうの店員さんとか笑顔の一つもくれないでしょ、結構、まあ、そうですポーカーフェイスで、そうですよっていう感じじゃないですか。です、ね、だから人と会った時まずちょっと笑顔を作っちゃう感じでんってやっぱなっちゃうんですよ。なんでこれちょっとスマイルなんだっていう感じになる。バレちゃうんですよ。そうなんだ。だけどさ、アフリカ、まあ、またアフリカって言っちゃった、はい、で、アフリカ、まあ、アフリカでいいね、まあ、いいね、で家族で住むとね、はいはい、やっぱりね、なんかどんな問題が起きた時に、ね、道歩いててもね、うん、ほっといてくんないんだよね。ああ、そうですか。ね、うん、必ずなんか手を助けてくれる、ね。まあ、そうですね、やっぱりもうなんかね、うん、うざったいぐらいやってくれる。そうそうそう距離近いですね。距離近い。例えばどんな時にどんなことをして、何してもですよね。何してもとにかくあのね、鳴き声上げただけでさ、うん、よしよしとかいろんな人が寄ってくるんだよね。日本の街を歩いてて、うん、他人に話しかけられることってまあないじゃないですか、うんうん、全く知らない人によほどでもない限り、うんうん、当たり前に話しかけてきますもんね。ね、本当急に急に出よう俺の神さんがよ、はってえみたいなぐらいの、まあ、聞いたかあれ、みたいなぐらいの勢いで、バスの中とか、うん、高速バスで町から田舎に移動するんですけど、うん、もう他人同士でもう会話ずっと始まって、ね、もう普通に喋ってるんですよ、乗り合い、そう、乗り合いバスでもうずっと喋って日本は今は少なくなったけど、うん、でも時々面白い、着物着て、うん、電車とか乗るとあらいい呼びねとか、あうまく着れてるわよとか、そっかそっか、なんかね、喋ってくる人が、うん、まあおばさんだけ多くはね、まあ、こっちもおばさんだからね、特別な何かがあるとね、おばさん同士はなんか喋っていいみたいなのがあるみたいですよ、うんうん、そうなんです、やっぱり、うん、話しかけちゃ相手がね、うん、迷惑かなって思っちゃいますもんね、ちょっと日本にいるとね、うん、あのね、さっきで、差別しないって言ったのちょっと説明しなきゃいけなくて、うん、例えば僕は外国人としているわけですよね、うんうん、その援助活動してたわけだから、うん、だからまあ特別な存在でしょうね、中ではね、うん、ね、だけどあんまり特別と扱い受けない、うん、受けないんですよ、うん、それでやっぱり時々ね、洗面所で鏡見た時にギクッとするわけですよね、うん、あ、自分、あ、俺日本人なんだ、逆に、ね、同じのがあります僕は逆に日本に住んでて、うん、酔っ払って寝ちゃって二日酔いとかでパッて起きて、うん、鏡を見た時に、あ、俺アフリカ系だ僕もなるんですよ、うん、やっぱあるんですね、あるある、面白いなんかイメージの中ではこう周りが映ってくるんだそうなんですね、やっぱ周りと自分同化させちゃうんですよね、うん、なんか人間って、うんうんうん、でもそれぐらいこうあんま特別扱い、僕も日本で育ったんですけど幼稚園からいるんで幼馴染とずっと育ってきたんで、もう小学校中学校って行くともう僕のこと外国人だと思ってないんで、本当によかったよね。だからうちの息子たちがアフリカから帰ってきてさ、大変だったんですよ。え、なんですか。帰国子女でもろ差別されましたよね。どんなことです。だって、だって所作が違うんだ。所作が違うでしょ。あ、そうだね逆のことが起こるんですよね、だから、うん、アフリカ人の所作ですよね、うん、それでも見た目日本人だけど、問題起きてね、うん、先生に言ったんですよ、はい、ね、うん、
何が問題なんですかってね、だって石崎君はちょっと物をはっきり言いすぎる、それっていけないことなの。先生に言われないこれ先生に言い返さないといけない今は先生だからね先生は先生に言い返してください。火つけるのはダメ犯罪だからねそれでやっちゃダメですけどね。よかったですね。あのだからあったかい人たちに、はい、ね、あの赴任、ね、入学した学校もよかったし、うん、よかったね。でもね日本はでもね日本はやっぱりでもねはっきり言わないからねみんなね、うん、僕もその国際恋愛としたことあるんですよ、うん、結婚はしてないですけど、うん、ドイツ人の女性とね付き合ってたなんかことがあるんですけど、うん、やっぱり何でもはっきり言うんですよ彼女がね喧嘩になったのはね、うんうん、彼女がパソコンを買おうと思ってると、うん、で僕がああそうだねまたじゃあ今度新しいパソコン買ったらいいねって言ったら、うん、Mac は私はいらないって言ったんですよ、うん、僕 Mac ファンなんですよ、うん、僕 Mac 使ってるんですよ、うん、僕の部屋で僕が Mac 使ってるの見ながら、うん、Mac は私は買わないって言ったんですよ、うん、俺はこの心の中でそれ言う必要あると思うわざわざいや買わなくてもいいし Mac を買えとは言わないけど Mac 好きの俺の横でわざわざ、うん、あなんか買おう、ま、Mac は買わないけどって一言いるってそれ言わなくてもいいじゃん別にって言ったらえなんで今思ったこと言っただけなんだけど、うん、でも言わなくてもいいじゃんっていうことでこうなったりするんだけど彼女からしたら思ったことを言うのは普通でも日本人感覚で言うと僕日本育ちなんででも必要ないのにわざわざ俺がマック好きなのにって思っちゃったんですよ。そういうようなことが多分起こるんじゃないかなって。なるほど、ね、そういうことなんでしょうね多分ね、うん、そうからね。で今ね完全なね、はい、完全なあの日本人のおじさんになってますけど。誰ですか。僕の長男。あ今までですか、うんうん、もう普通のおじさんですよ。逆転しちゃったもうなんか、うん、もうそういう分、ね、カルチャーギャップとの戦いの中で、暮らしてる時間の長さですね。僕のお母さんなんかもそうですね。最初完全アフリカ人できたけど、うちのお母さんの友人でコンゴ出身の女性がいるんですよ。どっちのコンゴ？ね、うん、どっちだろう。コンゴ民主共和国の。でかい方。でかい方。ちっちゃい方。ちっちゃい方。ああで姫路で3人で飲んで、僕と僕のお母さんと今後の人で、うん、で大騒ぎして、で2人はなんかこうもうなんかテレビで大阪のおばちゃんが出てきたって言って、うん、大阪のおばちゃんうるさいわよねとかって言ってるんだけど、どう見ても2人とも関西のおばさんのノリになってアフリカから来てるんだけどノリはもう完全関西人になってて、お兄ちゃん串も一本とか言ってるんですよ。いいな混ぜてほしいぐらい。いやだからアフリカ人なんだけど、いやもう完全にあんたらもう大阪のおばさんと変わらんでっていう感じになっていいね、ゼニーね。でもルネさんも微妙に関西弁だから育ちが僕抜けてないっていうのが面白い。そう、全部抜かない方がいい。あでも25から東京なんですよね。そうだから10年ぐらい、10年ぐらい、はい、あそうか。でも関西も10年ぐらいでしょそれ言ったら。いや関西の方が長いです。だって僕4歳20年か、20年だ。あそっか、関西が倍いるんだ、うん、じゃあと10年いたら拮抗するんですね。独り言もだんだんね東京の喋りになってきちゃったっすね。なるほどね。でね、この本が素晴らしいのはね、はい、あのね、あのすごいことを、まあ題材としては、はい、ね、それ文化のね、うんうん、違うコロナ文化の衝突みたいなことを、はい、書いたんだけど、あの暗さが全くないわけ。まあルネさんのお人柄だと思うけれど、あそれと育ちっていうのかしら。うちの家庭なんかほら日本社会におけるさ、あの差別された側だからさ、怒り心頭なんだけどさ、これ読むとさ心がさ、うん、なぜかさ現れる、あの現れちゃうのね。でね、本当は辛い面あったんだろう。うーん、だってない。だからそう聞きたくない。それを確かめたかった。インタビューで一番聞かれる。あそこ、なんでこんな明るい大変なこといっぱいあったら言われるんですけど、僕からしたら別に何も不思議なことがなくて、結局自分の人生を全部まとめるじゃないですか。まあ、色をつけるとするじゃないですか、うん、楽しかった日を、うん、まあ、明るいピンクにして、うん、辛かった日をブルーにするじゃないですか、うんうん、でやった時に、うん、ピンクの日とかオレンジの日の方も多かったんですよ、うんうんうん、でブルーの日もあるけど全体の中では少ないんです、うん、だから、うん、辛いこととか日本社会に対する自分の思いとか、こうしてほしいなっていうのも入ってるけど、うん、自分はやっぱこう運が良かったんで、幼な馴染みがたくさん結構早めにできて、うん、結構楽しい思い出が多かったし、最初に通った幼稚園の話、いい、
先生もね、先生も優しかったね、よかった、ほんとね、もうね、運が良かったんで、で周りの先生もは結構いろいろ優しい先生とかいろいろ気遣ってくれる先生もいたし、で大人、高校行っても大人になって仕事してもそんな露骨な差別してくる先輩とかっていなかった。でも多分弟さん2人、妹さん3人で6人兄弟の長なんで、だからお父さんお母さんがすごく、まあ努力じゃないけれど、そのルネ、長男ルネだけカメルーン人のお父さんお母さんだったけど、お父さんがそういうことを全然感じさせないくらいすごく頑張って、お母さんもだけど、なんか文化っていうんじゃない、なんか人間とか家族っていうものが勝ってるような気がしましたけどね。そう、それもかなりあるし、やっぱ結構これ結局人によるんですよ。僕兄弟下に5人いるんですけど、僕はこういうトーンだけど、弟になると僕とはやっぱまた全然違ったりするんです。もっと僕よりもこう怒りが結構あったりする、社会に対して。それって結局出会った人とか自分の経験してきたことでしかなくて、本当に同じ家で同じ両親に育てられても僕は割と明るく表現できるけど、弟はそうはいかなかったり、で妹もちょっとあんまりそういかなかったり、で別の妹は結構明るかったりっていうので、誰と出会ってどう過ごしてきたかっていうのがやっぱり影響するんですよね。まあ個体差もあるしね。そうそう、元々個体差もそうありますね。感受性も違うしね。なかなか子育て大変、6人もいるとお父さんお母さん。だから僕日本全国いろいろお話をしに行くんですよ。そしたらハーフの子たちもたくさんいて、お話を聞くんですけど、本当にいじめが辛くてもう引きこもっちゃったっていう子もいますし、逆にいじめとか特になかったですよ、楽しいですよ人生っていうハーフの子もいるんですよ。だから本当にもうみんな違うんですよね。ハーフじゃなくて帰国子女だけでさ、差別されたりするもんね。それもあります。みんなやっぱり僕が行けなかったら、僕はね日本に帰ってこなきゃよかったのかな。いや、そういう問題でもないかもしれないですよ。あのままいようかっていう話もあったんだけど、帰ってきたのが間違ったかな。何って、だから間違いとか言わないもんね、多分ね。息子の前で言ったことないですよ、そんなことは。中で言ったから、今からここだから言うけど、やっぱ日本に帰ってくるべきだなと。それ帰るかどうかの決め手ってどういう感じ。あのね、なんていうのかな、やっぱり子供のこと考えたんですよね。ね、で、今考えると ルーツなんてことだから、ルーツって映画、テレビシリーズ見たことあります？あると思います。1960年、70年代アメリカのですよね。じゃあ絶対流行ったんだもんね。クンタキン、クンタキンって。あじゃあ絶対見ていてないね、今。ただそうブームがあルーツだよね、ルーツね。だから結構ね、ルーツってことこだわっちゃったんだから。で自分の、僕はねルーツがあれ、まあ、日本で生まれたからね。で日本、アフリカ行ったのがね、28歳ぐらいの時だから。でもうちの息子たちはルーツ、それもシアラルレオンだからルーツかもしれないけど、だけどそれって不妊治ですからね。4年いて、次ケニアに移ってまた2年、でエチオピア2年、2年3年そのぐらいかな、ね。でまあ出なし草ですよね。だからちょっとそれをね考えちゃったんですね。石崎さんのルーツ面白いんですよ。島なんですよ。あ、そうなんですか。サイパンですよ。サイパンじゃないでしょ。小笠原、小笠原。あ、びっくりした。なぜそこで間違える。いや、サイパンに移ったんです。日本のサイパンで。サイパンに移った。あ、まあ、最初小笠原で、お母様が小笠原の人っていう意味です。小笠原で育ったわけじゃないんだけど、お母さんがそうってことですか。お母さんの出身が小笠原で、で小笠原から戦時中はサイパンに行ってた。でサイパン玉砕で、家族の労働がほとんど飛び降りて、お母様生き残った。天皇陛下万歳っつって、そういう万歳クリフっていう事件があったんです。戦時中にそのサイパン玉砕っていう、お母さんとあのおばあちゃん、つまりお母さんのお母さんですね、それと弟、は飛び降りなかったってことですよね。捕虜になったんですね。捕虜だった。ラッキーな捕虜だったんですね。まあ、そうでしょうね。やっぱそういうことってその影響はありましたか。そのお母様がこうなんかこう伝えて
くれたとか子供の時に。僕の覚えてる限りで、まあ97歳で2年前亡くなったんですけど、90歳ぐらいまで、はい、サヤパのことは語ろうとしませんでした、ね、あ、そうですか、うん、全く、まあ、やっぱそれぐらいやっぱこう、いや分かりません、したくなかった、基本的にあんま考えないタイプ かもしれないでも、まあ、どっちなんですかね。でも亡くなる前は話してくれたんですよね、いろいろ無理やりサイパン連れてたんです。あ、石崎先生が連れてって言われたんですか、お母さん。もうあなた先上先短いから、うん、ね、行った方がいいんじゃないのって、うん、行きたくないって言ったんだけど、うん、でうちの長男がね、長男に孫にとにかく石崎君のルーツを、この悲劇を伝えた方がいいんじゃないのって言って言ってくれたんですよね。で最初はね、もう行かない行かないって言って、ね、このバタバタしてたんだけど行ったら一流ホテルに泊まって結構楽しかったみたいな、うん、すごい楽しかったもうすごい観光地だから今、どう思われたんですかね、知りません。でもルーツってね、うん、全然変わっちゃってるから、もう占領されてて、ね、もう変わって、じゃあその時のまあ面影というか、それも全然なったかね、あの最初に勤めた会社の瓦礫が残ってたんだ、日本の建築技術すごいよね、どこと、どういうこと、南洋鉱発っていうね、はい、ほらサトウキビとか、はいはい、ね、やるね、国産企業、国策企業ね、そこにねタイピストとして雇われたの、16歳の時、高校出てから、お母様が、そう、その、うん、だから戦前だよね、うん、ね、そのね、瓦礫が、建物がね、うん、転用されて残ってたの。まだ残ってるんですか。ってことは、お母様終戦の時は16歳で捕虜になって、その通りです、助かったってことなんですか。そうで、結構大きかったんですね。そうですよ、そうね、そうね、そういえばそうですね、そうです、なかなかですね、すごい数奇な、まあね、で、まあ、でもだからすごい、すごいしっかりしたシングルマザーだったから、それが伊勢崎先生にも、うん、ちゃんと染み込んでると思う、しっかりしてるというか、僕には女難の層があるみたいで、女難の層女難の層どこへ飛んできましたか、話がどこと、どこと、どこと聞いてみましょうか、もうそうですね、教えてください。本当に鬱陶しい母親でしたね。またそんなことど何がそう思わせる、でもお母さんのことなんて言わないよね、ああしろこうしろね、いやそりゃ言いますよ。で、いや案の定嫁仕事の問題、僕の妻と起こしやがってみたいな、大変でしたよ。でもずっと一緒に住んでるんですよ。だから女難の層で2人でそれを呼んで女難の層、ちょっと日本語のその用法が違うような気がするけど、起きますよ、起きますよ、起きますよ、みんなもうなんか一家に一人ルネさんがいてほしいって感じ、起きますよ、すごくかっこいいさ、はい、本当に惚れ惚れするお母さんってさ、かっこいいお母さんだけど、いやうちのお母さんだって、ね、いやなんか似てるような気がする、私、ね、嫁さんにとってさ、ね、うまくいくと思うなよな、思わないっす思わないっす、うちの僕は誰と結婚してもうちのおかんと同じところに住んでたら起きます、起きます起きます、だって大阪のおばちゃんだもんねそうやっぱりでも東京から呼び取ったら最悪じゃないかな、いやでも僕でも逆にでも女性俺すごいと思うんですよ、もう逆に結婚して相手先のお父さんが住んでる家に一緒に住むって想像できないですもん。あ、でしょうね。だって俺絶対住みたくないっすよ。だから全ては僕が悪いんですよ。うん、そこまで僕言いません。僕だったら絶対しないもんね。逆の立場だったら。でもしたじゃないですかね。だからどことどこと。だから嫁さんには、うん、頭上がらない、上がらないし、絶対上がらない、死ぬまで上がらない。そんな真剣な目で私を睨みつけないでください。かといって親一人越してたからお袋捨てるわけいかないじゃん。いや、もしもせい、すごい一生懸命でね、お弁当いつもお昼学生もいるんだけど、そんな美しい話しなくていいの、自分のお弁当美しい自覚はある、もう毎日毎日そのおばあちゃまが作ったお弁当をもう本当に90歳ぐらいまで、僕は昼はこれだからって言って食べる、まあ、いいっす、僕らそうなんです、急に照れちゃってるじゃないですか、もうあのね、照れちゃってるんですよね、お母さんも大体お母さんですか、私も会いたい、それと同時にあの、はい、星野先生にも会いたい、あ、本当ですか、あ、星野先生会いたいね、お父様ね、多分話合うんじゃない、
はい、僕はあの文化人類学者じゃないかなと思ってたんだけど、あの、うん、あのおさらさんの研究だったんで。あ、そうですね。そう、そうですね。人類学ですね。霊長類。そうですね。霊長類の研究とかだったりするので、うん、まあ、人類学と、はい、かなり相関性はあるんじゃないかな。今でも教えてらっしゃいますか。今も僕あんまり父の仕事のことそんなに聞かないのであれですけど。いや、ぜひお会いしたい。そうですね。でも元々東京の人間なので。あ、そうですか。そう、あ、だからその今どちらに。あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、元々そうです。あの、もう本当もこのあたりに、この辺に。そうです。元々今はどちらに住んでるんですか。今姫路に住んでるんですけど。あ、そうですね、そうですね。あ、だからまず、うん、だから東京に来ることなんかあったりするので、もしかしたら、その時はあのお母様が一緒に来られたら、あ、もし多分来るとしたら一緒に、あ、そうですか、来るのかな。あの僕ん家にお呼びして、はい、アフリカ料理、あそこでは何が主食です、はい、夫婦、カサバ、米、キャッサバですね。カサバ、何が主食って明確に決まってないですけどね。でもあの、うん、パームオイルとか使えます。使えますか、ね。じゃあ同じですね。多分近いと思います。あ、ですよね。何と同じなんですか。知らねえ。何が同じなんですか。うまいんだわ、飯が。説明していただけますか。あの、一応放送もしてるんで。いや、西アフリカ料理はうまい。美味しいですよ。あの、パームオイルって食ったことある。いや、パームオイルは割と食用油として。あ、だけどこれ売られてる数結構生成されてて色がなくて。ただパームオイルとしては売ってないんだけど。で、西アフリカのパームオイルって本当にさ、あのオレンジ色だよね。そう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 。オレンジ色でコレステロール高そうみたいな感じで。美味しい。だけど美味しい。そんなことないじゃないですか。美味しい。だって植物性でしょ。じゃあ、だけどもあの、これ今コレステロール高そうって言いませんでした。脂肪ね、脂肪の原因でやっぱりカロリーが高そうですよね。やっぱり脳溢血とか多いでしょ。うう、いや、わかんないです。僕にそういう目線で料理食べたことなかった。もしかして動物性油脂と植物性油脂の区別とかわかります。あ、だけどあのパームオイルはパームから知ってますよ、知ってますよ。パームの身自体も美味しいって言いますけど、それ自体食べられないですか。ちょっとあれはちょっとね、あれ、例えばあのパームの実ってね、硬いよね。硬い。あれを割ってぐちゃぐちゃにして、ぐちゃぐちゃやらなきゃいけない。そうかそうか。ね、すんごいドロドロしてる。ね、だけどあれを入れてね、カッサバの葉っぱ食う。うん、食べます。同じじゃん。なんかね、カッサバの葉っぱ食べるし、ね、そのね、そう。あの芋の部分もですよね。カッサバの葉っぱはね、うん、普通食べないんだけど、はい、ね、あれだけど労力かけるんだよね。あれ叩かなきゃいけない。そうそうそう、葉っぱを叩く。叩く。キャッサバ芋ですよね。違う、キャッサバ芋じゃなくてカッサバの葉っぱなの。いやいや、そうですけど。キャッサバ芋の葉っぱですよねって。日本でもあの髄木とか食べるんですけど、茎とかね。で、普通身の方が主体だけど、ね、うん、葉っぱが美味しい。だけど葉っぱを食べるには、うん、お芋の葉っぱですよね。すごい労力がいる。叩かなきゃいけない。そうそう、なんか薄みたいなんでね、こう。そうそうそう、それスープ作ったりとか。それでパームオイル入れながら、あとね、グランナッツソース食べる。グランナッツはどれだろう。グランナッツ、あのピーナッツじゃなくて、ピーナッツだけど、あっちでグランナッツだけど。あ、どれだろう。ピーナッツみたいなやつですよ。ピーナッツバター。で、あれをカレーペーストのようにして、うん、するわけですよね。それにチリを入れて。あ、なるほどなるほど。あのね、絶対あると思う。ピーナッツみたいなのがあります。あるでしょ。そう、ピーナッツみたいなのがあります。ね、それの2つがね、こうね、あって、それにまあ夫婦カッサバを、うん、でやって、まあに、シアラレオネの場合はご飯なんですけどね。ご飯なんですか。ご飯です。カッサバの夫婦も食べますけれども、うん、主食はご飯なんです。そうなんです。お米って意味。お米です。ライス、じゃあ、ね、稲作やってるんですか。稲作やってます。もともとシエラレオネ。どのくらいの、どのくらいのもともとか分かんないけど。おかぼですか。あのね、インディカ米です。定着してると。そうですね。インディカ米ってだからほとんどアメリカの原産じゃないと。よく聞いてくれた。あの、ね、アフリカにはね、西アフリカにね、あの、つまりね、米を栽培するには3つのやり方がある。1つが水田、それは水があるからね。はい、ね、1つが、もう1つが本当にドライランド。はい、おかぼって言いますね。おかぼっていうの、うん、で、それと陸の稲って書いて、カッサバを輪作するわけ。あ、交互にね。そうすると土壌も良くなるね。へ、それとスワンプって言って、そのね、中間に当たる部分。はい、水資源があるかないかで、ね、うん、工作の仕方が違うわけで、でもどれも美味しい。だ、誰が
西アフリカに、うん、あの米を導入したかいつかわからないけれども、うん、あ分かってないんだ、まあ、分かってんでしょ多分ね、うん、でも研究してないだけ研究者がいないだけでもやっぱりあのねいわゆるあの、ドローウォーターレジスタンスクラップって言って、うん、あのつまり飢饉に、ね、強いのがカスタマなんですね、うん、多分あれが原種じゃないかと思うんだよね。あキャスタマがいいですよ ね、うん、どこでも育つ、うん、そう本当ね日本のお米みたいなの海苔で食べてます。そう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 、もう本当にキャッサバがたくさん畑あるんで、うん、とりあえずキャッサバがあるから食うには困んねえだろうっていう感覚がありまして。その通り、おお、ね、それとパパイヤね。パパイヤもあります。パパイヤはどこでも育つけて、うん、に庭にもね、あれもカロリーがものすごい。うちのお母さん今姫路でパパイヤ育ててますから。どうやどっからどっかどっかそれはキャパイヤ農園ってことですか。羨ましい。いや分かる、どっから持ってきたか分かんないですけど、いや日本人の、はい、もう結構あの食いしん坊だから、うん、もうアボガドもとうとう国産になって、うん、育ってるとこありますよね。もうすごい増えてきて、マンゴーも国産増えてきたし、ね、アボガドなんか皮まで食べられるとか言って、この間皮ごと食べるんですってやって、うん、えーって言いながら、うん、テレビでね、結構ね、NHK でしたけど、パパイヤはね、だそういうね、全部食えるんですよね。塩漬けにもできるし、パパイヤね、パパイヤも緑色、タイとかでパパイヤのサラダとかもありますけど、うん、だからもちろん熟してね、あの芋的に半分に割ってさ種をこうやってさ、うん、スプーンでさ、うん、あれ果物で ね、美味しいです ね、まあ、ですね。それ以外の食べ方で、ね、その結構カロリーが取れってさっき言いました。高いですよ、カロリー。パパイヤ、パパイヤ高い、うん、甘いですもんね、パパイヤってめちゃくちゃ、うん、そういう意味で、うんうん、それご飯としてた果物以外どっちでも食べられる。で塩漬けにすればご飯と、ご飯のいわゆるあの漬物みたいな感じとして食えますよね。それは、うん、カメルーンでも普通にもうなんか日本の柿の木みたいに庭になってるみたいな感じ。そうですよね。そう、ほとんどどのうちでもね、うんうん、でネパールとかアジアの方もパパイヤ多いですよね、うんうん、でマンゴーもなります。なりますね、マンゴーも、うんうん、ギニアマンゴーですね、あの辺はね。あれそうなるんですか、ね、ギニアマンゴーね、うん、あの柔らかいですよね。柔らかいです。でもこう、ああぐちゃぐちゃにしてね。そうそう、ぐちゃぐちゃになって、ぐちゃぐちゃにして、うん、してね、この何ほらこの茎の部分、うんうん、ヘタのところヘタの方を穴開けてチュ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 する。水筒みたいにしてなんかストローさして。そこは知らなかった、知らないですか。なんかストローぶっ刺してる兄ちゃんいました。おいしそう。なんかジュクジュクしてるんで。そうそうそうジュクジュクして、そうなんかジュクジュク日本の柔らかい柿みたいな。沖縄とかのそうですけど、なんかちょっとこう、うん、結構歯ごたえ、歯ごたえというかちょっとこう食感あるじゃないですか、うんうんはい、向こうの柔らかいぐじぐじね。だからジュッてやってる人いましたけど、うんうん、それをね、あの暑いね気候の中でぐちぐちにして飲むんですよね、うん、そうですね。そう、あのほら育ったさ時期が違うからさ、うん、そうですね。ね、あの僕らの時は農村部分っていうのはほら、電気なかったからちょっともうなんか、うんやんなきゃいけない。うん、その果物にまつわる曲とかあると、ね、そういう話してたとさ、美味しそうな曲うこの辺からよだれが出てきて僕本当にあれの料理もつけなくなっちゃうフルーツは豊富でしたからね。へー、じゃあやりましょうか。あのね、カメルーンの話をしたかったんですけど、はいはい、カメルーン行ったことないんですよ僕。あ、ないんですか、ね、あ、そうなんだ。カメルーンってのはほら一応あの専門の紛争学から言うと、はい、だからあのフランス語を喋ってる人と、うんうん、ね、英語を喋ってる人の間で、うん、戦争やって内戦があったりして、うん、そういうイメージがあるんですよね、うんうん、だけどもう一つね、はい、これも行ったことないんですけど非常に僕の、うん、あのおなじみの深いなんか友人がいっぱいいて、はい、隣の国、うん、ナイジェリア。ナイジェリア、はい、で、うん、ナイジェリアは友人が本当にいっぱいいますね、うん、でナイジェリアはやっぱり西アフリカの一番ね一番でかい、そうですね、大きい力を持ってるんですから、うん、発展してるし ね、 そうですね。石油があって、日本企業もいっぱいいる、うん、あの国めちゃくちゃですね国民性が違う感じがしますよね、ちょっとカメルーンと。それはイボ族の人とかめっちゃ、うん、